未来って勝手にやってくるものじゃなくて自分自身で作るものだと思います。そのために今何を準備しておくか、年齢とか言葉とか壁にならないと思います。 Hello World, I'm Shohei Ohtani。 未来へ羽ばたけ ECC。 何の準備もすることなくすごいことを成し遂げる人っていないと思うので、未来って勝手にやってくるものじゃなくて自分自身で作るものだと思います。そのために今何を準備しておくか、年齢とか言葉とかそういうのって壁にならないと思います。 Hello World, I'm Shohei Ohtani。 未来へ羽ばたけ ECC。未来へ羽ばたけ ECC。 強く、はい、未来へ羽ばたけ ECC。 Hello World, I'm Shohei Ohtani。 Language Change the Future。 未来へ羽ばたけ ECC。 Hi everyone, I'm Shohei Ohtani。 日本全国の小中高校生の皆さんへ、私大谷翔平は ECC さんと共同で Show Your Dreams 2024 プロジェクトをスタートします。2024年8月に小中高校生合計100名様に海外留学&ホームステイをプレゼント。皆さんの夢や可能性を世界を広げていくプロジェクトにぜひ参加してください。未来へ羽ばたけ Show Your Dreams 2024。 It's my great pleasure to meet you, Mr. Shohei Ohtani。 ECC の花房です。本日よろしくお願いします。 Great to meet you, 大谷翔平です。よろしくお願いします。で、大谷さんが、まあ、契約だけではなくてですね、日本のお子さんたちに留学とそれからまあいろいろな海外を経験させてあげたいということで、ぜひプロジェクトをやりたいということをお聞きしまして、それにうちの山口会長が非常に共感いたしましてこういう形になったんですけども、そのあたりいかがでしょうか。了承していただいて本当に僕自身も嬉しいですし、ありがたいですし、まあ、何よりそれを利用してそういうふうに学べる子どもたちが嬉しいんじゃないかなと思うので、僕はまあ正直普通の家庭というか、まあ不自由なくある程度何でもやらせてもらえる環境でこう育ってはきているので、まあ、そのおかげでまあ野球をする余裕もあったし、それをまあ続けていく、高校プロでも続けていく余裕もあったので、環境に恵まれてたなっていう部分もありますし、最初からそうじゃない子というのはまあチャンスも与えられるべきじゃないかなと思うので、まあそのチャンスがこう少しでも増えてくれたら嬉しいかなと思ってます。いや本当に素晴らしいですね。大谷選手に招待されるような留学というのが一つの大きなモチベーションになって、その子たちがまた世界で活躍してくれるような人材がですね出てくれば我々も本当に幸せだと思ってます。特に何を学んでもらいたいですか、子どもたちに。そうこちらに来た時に一番の壁がやっぱり語学だと思うので、はい、まあ、そのためのまあこういうプロジェクトですし、年月を重ねれば言わなくても伝わることもあるし、その前の段階で必要なのがまあ語学だと思うので、よりスムーズにそういう会話からコミュニケーションを取っていくっていうのがまあ大事ですし、まあ、こっちに来れば
いろんな人種の人たちがいて、いろんな国の人たちがいて、そういう人たちとコミュニケーションを取れるっていうのが、まあ一つ楽しいことでもあるので、はい、そこに語学が必要だよねっていうことじゃないかなと思いますね、はい、そうですね。語学ができることによって、その国に行っても観光でも楽しいですし、友達もできますし、そしてその先にはビジネスにも出てきますしね。そういった、まあ、そういった意味で子どもたちが少しでも経験を積んでいただいて、大谷選手のように世界で活躍できる方が出てくるのを、我々は本当に今回の共同プロジェクトで大きく望んでおります。まあ、ぜひ子どもたちに大きなところをですね、目指していただきたいと思いますし、で一つだけ聞きたかったんですけど、まあ、小さい時っていうんですかね、はい、自分で夢をお書きになってますよね、はい、ずっと、はい、でそれがある程度こう今実現してきてますよね。自分の中で小学校ぐらいからあれがあったんですか？一番最初に目標を立てたのは、僕は全国大会に、はいはい、リトルリーグやったんですけど、正直あんまり強いチームでもなかったですし、はい、いけるかどうかわからない、まあ、いけないんじゃないかなぐらいの、感じだったと思うんですけど、そこが一番全国大会に、出るんだっていうところが一番最初から最初の目標で、やっぱそこをクリアした時に、はい、やっててよかったな、日々の練習ですよね、それが一つ成果として出てくれたことで、なんか楽しさというか、それ設定してクリアしていく楽しさが学べたんじゃないかなと思うんで、正直野球じゃなくても何でもいいと思うんですね。勉強でもいいですし、何でもいいと思うんですけど、その成功体験というのが僕にとって大きかったかなと思います。やはりこれだけ成功してくると、人間ってどうしても慢心するところがあると思うんですけども、大谷選手は日々こう自分の中で努力を重ねられて、そして日々こうなんていうんですか、ルーティンを崩さないですよね。はい、それがすごいなと思いまして、言語を学ぶのもだと思うんですね。やっぱり一朝一夕に言葉って上手になりませんから、繰り返し繰り返し努力をする、そういった意味での大谷選手との姿勢が我々の考え方にもう本当に合致してますんで、これからも大谷選手と我々、そして、世界の子どもたちが多くグローバルにですね、育っていただくことを希望してますので、これからもぜひ応援していきますので、はい、どんどん前人未到の記録をですね、打ち立てていただきたいと思います。今後とも一度よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いいかね。